はい、タンキャッセンです。4月22日8時9分です。ドル円は 109.11、 ユーロ円は 117.02、 ポンド円は 139.82 です。ダウは30ドル安、原油は 49.61、 先物は20円安です。これ最後ドル円が下げて終わったんですけど、どうなんでしょうね。フランス大統領選の行方がわからないんで何とも言えませんが、これ下げてくんじゃないですかね。また108円台に、そんな感じがします。昨日弱かったですからね。ずーっとなんかこう下げたそうにしてましたから、最後は3時頃上がったんですけど、それでもまた下がろうとしますからね。なんかショートでいいかもしれません。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。